白金大会もここまでのようだね。こんなのやってみなくちゃ分かんないだろ。じゃわからないと言ってるけど、結局僕に負けてばかりじゃないか。
いざ俺と勝負勝負。元気だけが取り柄だもんね。真実の悪を貫くラブリーチャーミーな敵役武蔵小次郎。銀河をかけるロケット団の二人にはホワイトホール白い明日が待ってるぜ。にゃんけにゃ、そのピカチュウだ。我々が欲しているのはそこのピカチュウよ。ちょっと近づけないでよ。やろうぜ。なんてそんなことも知らなかったの。
し、今まで一緒に旅をしてくれて。お前のとやってよね。
な。あの綺麗な人初めて見た。ジムの試合は初めて。ジムの試合は町場の喧嘩とは違う。どこ行く気なの？
ナダシティに決まってんじゃん。カナダシティ、やっぱり行くの？当たり前じゃん。なんだよそんなに驚いて。
ちょっとやってもらいたいかも。じゃなくて、もうあの大木戸博士だもん。ピカピカチュウ、うん、行こう。じゃ、早速ジムへ行こうか。
じるやつはみんなベイビーさ。また修行をやり直せばいいさ。みんな疲れ切ってるじゃないか。いいから入った入った。あんなに大きな生き物がいるなんて。
ストライクをやっつけよう。ありますよね、グイッと。なぜ知ったら年上の女性に弱いんだかい。もらっていいの？いかがですか？
この絶壁沿いに進めば山吹シティ。山の向こう、これがザボンか。どれどれ。余はジガルで秩序を守るのだ。ポケモンたちのためにも頑張るよ。余は人間に望みをかけた。余はずっと守ってもらった。
異常がないか点検するって言ってた。
ベイビー、やっぱり慣れないんだよな。気をつけて。やった。悪いことしちゃったな。ポケモンがおかしくなってんだ。許せないぞ。ジギー、俺と勝負しろ。
私の挨拶は気に入ってくれた？そのショッキングピンク似合いますね。くのいちじゃなく、いの一番に素敵っす。私とポケモン勝負しないと、この屋敷からは出られないの？Yeah.
サトシ、やつはきっと炎系ポケモンの使い手だぞ。ここは水系で行くのよ。するからだぞ。
たって返してやるよーだ。
ものもあるし。違うだろう。してやるに違いないぞ。ああ、この時は負けないぜ。Thank you.
ケモン。間に合ってよかった。ヒロシ、準備はできたのか？